この動画では、二酸化炭素消火設備の取り扱い方法や、設備が設置された場所で、保守作業などを行う際の安全対策について説明します。二酸化炭素消火設備は、駐車場や電気室などの水系の消火設備の設置が適さない場所に設置されています。出火した際に二酸化炭素を放出することによって、室内の酸素濃度を低下させることなどにより消火する設備です。消火能力に優れ、火災に対して有効な設備ですが、二酸化炭素が放出された駐車場や電気室などの中に万が一人が取り残されると、二酸化炭素が持つ毒性により意識消失し、人命に関わる事故に結びつく恐れがあります。それでは、名古屋市内のある機械式立体駐車場に設置された二酸化炭素消火設備を例に、操作方法と安全対策について見ていきましょう。二酸化炭素消火設備は、防護区画の外にある手動起動装置と防護区画の内にある噴射ヘッド、スピーカー、感知器、そして消火剤貯蔵容器、制御盤などで構成されています。二酸化炭素消火設備の起動方式は手動式と自動式の2種類があります。手動式は防護区画の外に設置されている手動起動装置により起動します。自動式は防護区画の内に設置された感知器の火災信号により起動します。防火対象物が無人の場合や手動式によることが不適当な場所に設けるものは自動式とすることができますが、それ以外は手動式とするように法令で定められています。それでは手動式の操作方法について見ていきましょう。手動起動装置の操作箱は防護区画の出入り口付近など操作をした人がすぐに避難できる場所に設置されています。放出起動用スイッチや放出停止用スイッチなどで構成されています。操作方法については動画を見ながら確認していきましょう。手動起動装置の操作箱の扉を開放すると、退避放送が流れます。手動起動装置の操作箱の扉は、火災時以外は開けないようにしてください。起動スイッチを押すと、シャッターの閉鎖が始まります。二酸化炭素消火設備の場合、起動スイッチを押してから消火剤が放出されるまで20秒以上遅延時間を設けることが法令で定められています。危険ですので、避難してください。関連、消火剤を放出します。危険ですので、避難してください。遅延時間が経過すると消火剤が放出されます。放出を開始すると放出表示灯が点灯します。実際の火災では、まずは人が内部に取り残されていないか確認してください。避難口の扉も閉まっていることを確認してください。これらを確認したら、手動起動装置の起動スイッチを押してください。起動スイッチを押して、設備の起動を確認した後、速やかに避難してください。合わせて、119番通報をしてください。火災発生を伝えてください。消火剤が放出された後は、消火剤が漏洩する可能性があるため、むやみに防護区画の避難扉やシャッターには近づかないようにしてください。もし火災ではないのに誤って起動スイッチを押した場合は、速やかに停止スイッチを押してください。
遅延時間内であれば消火剤の放出を止めることができます。また待避放送は操作箱の扉を閉めることにより停止できます。次に保守作業などを行う場合の安全対策についてご説明します。火災ではないのに誤って消火剤が放出される事故が発生することがないように次のことに気をつけてください。1、作業者と建物関係者は作業前に当日の作業内容と二酸化炭素消火設備の取り扱い方法などの周知徹底を図りましょう。2、二酸化炭素消火設備の操作方法がわからない場合は消防設備士などの立ち会いを検討しましょう。3、消火設備が自動起動しないように制御盤などで手動起動に切り替えましょう。4、作業前に必ず貯蔵容器置き場にある閉止弁を閉めましょう。二酸化炭素消火設備の貯蔵容器置き場には安全対策として閉止弁が設置されています。閉止弁を閉めることにより誤って消火設備が起動しても防護区画内に消火剤が放出することを防ぐことができます。保守作業の前に閉止弁を閉めることがとても重要です。閉止弁の閉鎖操作などに不安がある場合は消防設備業者に連絡し操作を依頼してください。閉止弁が設置されていない場合は作業前に必要な安全対策を消火設備メーカーなどに確認してください。 5. 保守作業が終了したら閉止弁を開放し二酸化炭素消火設備の起動方法を保守作業前の状態に復旧をしてください。今一度5つの安全対策について確認しましょう。1、二酸化炭素消火設備の取り扱い方法などの周知徹底を図りましょう。2、必要に応じて消防設備士などの立ち会いを検討しましょう。3、確実に手動起動に切り替えましょう。4、作業前に必ず閉止弁を閉めましょう。5、保守作業が終了したら保守作業前の状態に復旧しましょう。以上5つのことを作業者と建物関係者で確認しましょう。二酸化炭素消火設備は火災に対して非常に有効な設備です。適切な安全対策をとり、誤って消火剤を放出する事故が発生しないようにご注意ください。